聴覚に障害のある人向けのさまざまな福祉機器の展示会が橿原市の県社会福祉総合センターで開かれましたこの展示会は小型化や多機能化が進む最新の福祉機器を紹介し生活の質の向上につなげてもらおうと県聴覚障害者支援センターが初めて開いたものですこれらの機器は難聴者などにとって 音の代わりとなる光や振動を発生させる仕組みになっていて来客や赤ちゃんの泣き声、火災の検知など日常生活に必要なさまざまな情報を伝えることができますこのほか会場では災害時のニュースなどのテレビ画面にオンラインサービスの手話通訳を合成する機械や端末にダウンロードした字幕データを映画館での上映に重ねる字幕メガネなども展示されました 訪れた人たちはさまざまな危機器を手に取ってその機能を確かめていました。